三津田新造三は、日本の小説家、推理作家、ホラー作家、元編集者。2010年、水地のごとき、沈むもので、第10回本格ミステリー大賞を受賞する。奈良県生まれ、青年月日は不明。Google のナレッジパネルに1978年8月25日生まれと、あるが、著者自身が、 わざと意味絵を立てて住むの本文中で否定している。高野さん大学文学部人文学科国文学、専攻卒業。編集者として、出版社での勤務経験がある。編集者としての主な企画には、ワールドミステリーツアー13シリーズ、日本海域幻想機構、シリーズ、ホラージャパネスク総書などがある。2001年、ホラー作家の住む家で、 小説家デビューを果たす。以降も、ホラー色の濃いミステリー小説を発表。2010年、水地のごとき、沈むもので、第10回本格ミステリー大賞を受賞する。子供の頃は、江戸川乱歩の、少年探偵シリーズや、ジュール・ベルヌのジュブナイルものなどを読んでおり、やがて、ガスト・ヌル,ルー、黄色い部屋の秘密とエーミルン。 赤い赤の秘密を読んだのをきっかけとして、アガサ・クリスティや、ティクスンカー、バンダイン、エラリー・クイーンなどの海外の本格ミステリーに熱中し、中学生、高校生の時も愛読していた。大学生の頃に、ホラーの面白さにも目覚め、またスティーブン・キングの影響で、ジャンルを超えた面白さに惹かれるようになる。代表的な著作として、作者と同名の作家を、 登場人物とした作家三部作と流浪の幻想小説家を語り手とした刀城・琴屋シリーズがある。作家三部作はメタ構造を持った幻想回帰小説であることが多いが刀城・琴屋シリーズは最後のページを読むまでその作品が推理小説なのか怪異単なのかわからないという構造が特徴的である。密室からの人間消失や 閉鎖空間での連続殺人に代表される本格ミステリーあるいは新本格ミステリーのテイストと土俗的、民族学的な怪談の融合を図った作風を持つ。思想学探偵シリーズは累計18万部を突破している。著作は中国語や韓国語などに翻訳されている。内賀三津田心三の作品発行は同胞者。発売元は 角川書店。ロンドン編、イタリア編、パリ編、東京編、イギリス編、東欧編、ドイツ、フランス編、京都編、地中海編、アメリカ編、アジア編、ワールド編、空想編、作家三部作登場、ことやシリーズ、思想学探偵シリーズやシリーズ、幽霊や四シリーズ、物理派や他シリーズその他の、長編短編集連作短編集、作家三部作登場、ことやシリーズ、 うちシリーズ作業シリーズ物理派や他シリーズ短編集、連作短編集、作家三部作登場、ことやシリーズ思想学探偵シリーズその他の、長編短編集連作短編集強著内賀三津田心臓の作品化シリーズハットエビ、高野山大学のすすめ聖火号、高野山大学、2017年9月17日閲覧、杉江松恋。 第10回本格ミステリー大賞受賞式。ウェブ本の雑誌。2018年4月1日閲覧。AB、精霊のごとき、思るもの三津田心臓講談社ノベルス。講談社ノベルス講談社ブッククラブ。それゆけ。と、書簡だより、第15号。高野山大学図書館閲覧室。2018年4月1日閲覧。三津田心臓 のぞき目解説デビュー前の九百九十四年に、相川哲也が編集を務めた公募アンソロジー、本格推理三名級の殺人者たちに、霧の館名級増誌第一話を投稿して、収録されている。第十回本格ミステリー大賞受賞記念トークショー、出演、歌の称号誌、三津田晋三氏谷口も東寺、辻正樹氏、足部拓氏、司会、北村香る氏、 青山ブックセンター。2018年4月1日閲覧。AB、ついてくるもの。三つだ。心臓講談社ノベルス。講談社ノベルス講談社ブッククラブ。ハットカドカワキャラクター文芸編集部カドカワ C。文の2015年11月14日のツイート。2018年4月1日。閲覧。ありがとうございます。